Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight.200お世話になったシェラトンをチェックアウトして次のホテルへ向かいます。今日のマカオもいい天気に恵まれました。映画の街をモチーフにしたスタジオシティというカジノにやってきました。今回のホテルは新しくできたエリアにあるみたいです。奥に進むとひときわ派手な空間が見えてきました。青と金色がテーマカラーで、なんともゴージャスな感じがします。チェックインは15時からだったので、荷物だけ預けて他のリゾートに行ってみることにしました。近くにあるイタリアがモチーフのベネチアに来てみました。中国発の人気ティーブランドのヘイティーにやってきました。店内はお茶のいい香りでいっぱいです。看板のチーズティーだけじゃなくて、フルーツティーもなんだか美味しそうです。注文状況はディスプレイで確認できるので、中国語は分からなくても大丈夫そうです。シャインマスカットのフルーツティーにしてみました。みずみずしさと爽やかさが口に広がって美味しかったです。カジノリゾートスタジオシティに2023年にできた新しいホテル。3時のチェックイン時間にはフロントも混雑していました。なんと今回スイートルームに超絶アップグレードをしてもらったので、どんな部屋か楽しみです。今回は35階のお部屋になりました。部屋に入るとすぐに広いリビングが迎えてくれます。長いソファーでリラックスできそうですね。リビングの横には一つ目のトイレがありました。そして奥にはダイニングエリアもあります。白い大理石のダイニングテーブルと青い椅子の組み合わせはスタイリッシュです。
さらに奥に進むと見えてきたのはキングサイズのベッドルームです。濃いグリーンのヘッドボードはマコーにぴったりの内装です。丸いヘッドライトは映画をテーマにしたスタジオシティならではのインテリアじゃないでしょうか。部屋からはマカオのカジノリゾートが一望できます。水回りも映画の控え室のようなインテリアになっています。アメニティはオリジナルのポーチに入っていました。トイレはウォシュレット付きなのは嬉しいです。広めのバスタブもありリラックスした時間が過ごせそうですね。このバスで別のリゾートに向かいます。イギリスがモチーフのロンドナーにできたシェイクシャックが気になってました。それもこのホワイトトリフ、このシリーズが通りかかった時に気になってたんですよね。シェイクシャックのグッズはマカオらしいダイスやマージャンセットも売られていました。このロケーションで食べられるのはなんとも贅沢な空間です。チーズがたっぷり乗っかってて美味しそうです。このディップソースがトリュフソースになってました。オリジナルのシャックバーガーも一緒にいただきます。トリュフたっぷりのソースとチーズの相性が最高でした。ダブルホテルに戻ってきました。1階にあるリビングルームというバーにやってきました。マリオットプラチナの特典で一杯フリーでいただけるとのこと。南国やアジアをテーマにしたカクテルメニューが並びます。バーも映画の照明があってテーマも統一されています。ラグジュアリーな空間で過ごす素敵な夜になりました。今日はここまで。次回は次の目的地へ向かいます。